JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昌の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日は久しぶりにエフェクターの、ディストーションからコニャクかけております。さて今回は、小金井地区ではメガネの前田の取り扱い大人気、スポーツ、サングラスブランドオークリーの、メガネフレームの新商品入ってまいりましたので、そちらの方をご紹介してみたいと思います。こちらは今回ご紹介いたします、オークリーの新型メガネフレームスティールプレートになります。こちらは、オークリーで大変、人気がありましたメタルプレートの、デザインを継承したモデルとなっております。今回こちらの、スティールプレートには、バネ長板が搭載しております。メタルですので、チタンに比べると、ややちょっと若干ちょっと重いかなって感じはするんですが、お値段が非常に、お求めやすいリーズナブルな価格設定となっております。メタルプレートのデザインを受け継いでおりますので、非常にスポーティーでデザイン性が高くスマートな、デザインとなっております。こちらの、スチールプレートも、ぜひ、ご覧いただきたいオークリーの新型メガネフレームです。はい、オークリーの新型メガネフレームスチールプレート、私かけてみました。どうでしょうか。非常に細身でできておりますので、チタンを使っていませんが、そんなに苦になる重さではありません。あとバネ長板がこのフィット感を高めていると思います。オークリーらしい非常に、細身で、デザイン性に優れた、スチールプレート、こちらもお値段が大変リーズナブルになっておりますので、ぜひ実際にかけていただきたいオークリーの新型メガネフレームです。